殿、時間です。うん。では勇士による崖飛び込み競技を始める。ではまず自分から序文教行くぞ。さすが女性ども、獲物を狙う水鳥のごとくよ。次、鄭松炎。赤き断崖を転がる岩尾とならん。何を隠そう、一番練習したのは俺だ。優勝は決まりだな。主技法の美技、見ていてくれよ。皆それぞれに度胸も能力もあるようです。新しい水軍の指揮を任せる将として不足はないかと。いささか決め手に欠けるな。そうだ、リクソン、お前もどうだ。ね、私は別に。何を今さら言って。リクソン、リクソン、お前が優勝だなんて。私も驚いています。無我夢中だったのですが。とっさの判断力と反射神経、やはりリクソン殿はただものではない。まさに軽やかに空を舞うツバメのごとくであった。ありがとうございます。できれば私が溺れたということは。どうぞご内密に。